五法立て第2レースチャレンジ一般戦のスタートです。スタート5回も打てる2番車千葉米倉武選手が前に出ました。6番の阿部良二が続きます。1番松永明則、4番高橋恭司、5番手から7番匠正信、後方少し間が空いて6番手7番手3番正田達と5番近藤優と、九州勢がここは後ろ攻めとなっていきそうです。広島勢がラインの谷間の4番手5番手、隊列が1周2センター3対2対2となったようです。先頭の後ろは2番の米倉です。予選はまくり返せず大敗でした。番手は1番の松永、予選は武藤との連携共倒れに終わりました。4番の高橋が南関東の3番手です。広島勢の動きが非常に気になります。バック1本持っている6番の阿部良二が4番手、同県7番の匠が任せました。6番手から3番正田達と、予選は藪下を叩けず大敗です。5番の近藤優斗が連携です。大分鹿児島の九州勢2周3コーナー、正田が少し外に出してゆっくりと動き始めます。6番の阿部良二がこの動きどう対応するか、残り2周です。広島勢は九州に乗ってきて大きく西4社に流れ変わるか。米倉が2コーナー手前、内が空いたところを救おうとする、ちょっともつれてきました。東3番手の高橋が離れて広島勢がうまく割り込んだ打鐘です。阿部良二がうまく3番手奪って、匠と広島勢3、4番手、4番高橋は難関3番手連結離れ5番手、2車身間を湧きた3番正田、5番近藤、九州勢は6、7番手まくりに構えますが、まだ米倉流している。米倉はマイペースに持ち込んで1番松永部風で回った、6番の阿部、7番の匠、4番の高橋、3番正田、5番の近藤、別線を極めるか。一本棒で最終の3コーナー、6番手から正田、5番の近藤、九州でまくるが車は伸びない、5番手から4番高橋が追い込み勝負、3番手から6番阿部も外へ出した直線、番手から1番の松永並んで追い込んで合流、1番2番6番あたりなんでしょうか。どうぞ審判の決定放送をお待ちください。広島勢がうまくスロープレーで勝負どころ3、4番で奪い取りました。松永は絶好の流れか、しっかりとこの展開をものにいたしました。松永選手が開始の番手戦です。1番、2番、6番、7番と入着をしております。松永明典、米倉武史、3着阿部良二、4着匠正信です。後ほどの決定までお待ちください。2レースでした。